こんにちは、脱力筋マクロビチャンネルのやっちゃんです。今回は冷蔵庫に余りがちなきな粉が秒でなくなってしまう超簡単レシピ、きな粉バターというのを紹介します。バターといってもオイルはココナッツオイルを、そして甘みは砂糖の代わりに麹の濃縮甘酒を使いますので、きな粉のアンチエイジング効果に加えて腸内環境を整え免疫力を上げてくれる効果があり、食べるほど健康になれちゃうんです。しかも材料を混ぜるだけ、火にもかけずにあっという間に作れちゃいます。よかったらぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは体によくアレルギーの方も安心して食べていただけるようなビーガン対応のお料理やお菓子を紹介しています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみよう。 It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah. I feel it in my heart. はい、作り方は本当に簡単。ココナッツオイルときな粉、そして濃縮の甘酒ですね、これを混ぜるだけです。でこのココナッツオイルはですね、できたら精製された無臭タイプのものの方がきな粉の香りが生かされて美味しく作れると思います。そして甘酒はおかゆと米麹で自家製で作ることもできます。作り方の動画もアップしてますので、よかったらこちらもご覧ください。白米でもね、玄米でもどちらでもいいと思います。一般的に白米の方があっさりした甘み、そして玄米の方がちょっと癖はあるんですけど甘みは強いと思います。ボウルにココナッツオイル、ココナッツオイルは固まっていれば溶かしてから使ってください。きな粉、甘酒、これをよく混ぜます。少し硬いようだったらここで甘酒かオイルを足して、緩めだなっていう感じでしたらきな粉を足して調整をしてみてくださいね。ココナッツオイルって固まる性質があるので室温にもよりますけれども、パンに塗りやすい硬さくらいでお好きな硬さに調整してください。あっという間に混ざっちゃいます。焼かないパンに塗るとこんな感じでこうクリームっぽさを味わえますし、焼いたパンに塗るとこんな感じでスーッと溶けてジューシーさを味わうことができます。完成です。はい、では早速試食してみたいと思います。まずはこの焼かないパンに塗った方から食べてみたいと思います。止まらない美味しさ。きな粉の香りと甘酒のこう優しい甘さでめちゃめちゃ合います。きな粉とね、砂糖とバターで作るきな粉バターっていうのがベースになってるレシピなんですけど、ココナッツオイルと甘酒でめちゃめちゃ体にも良くなっちゃいます。焼かないでそのまま塗るとすごくクリーミーにきな粉を味わえます。では続いて焼いたパンに塗ったものも食べてみます。こっちはほかほかのパンにオイルが染み込んでてめちゃめちゃジューシー、とろーっとした感じを味わえます。今回はココナッツオイルを使っているので、使う15分ほど前に常温に出しておくと塗りやすいと思います。ココナッツオイルがない場合は例えば菜種サラダ油とか米油とかを使っても大丈夫です。あんまり香りが強いものだと相性がね合わないものもあるので、オリーブオイルとかだとちょっとどうかなって感じ、お好みに合わせてね使ってみてください。より健康的にっていうのでオメガ3なんかを取れるアマニ油とかね、そういったものを使われるのもいいと思います。
そういう油の場合は固まらないので、冷蔵庫から出してすぐ使っても大丈夫です。今回のきなこバター、混ぜるだけなのでレシピって言っていいものかどうかっていう感じだったんですけど、知らない人がいたらぜひ試してほしいなと思ってレシピにしてみました。よかったらぜひ作ってみてくださいね。じゃあねー。